ブルンヒルドは、アウストラシアの王シギベルト一世の日。王の亡き後は、息子や、孫、創尊の摂政として、アウストラシア東部とブルグン島を支配した。ローマ式の中央集権制度を導入し、当初は、政治的な洞察力を持つ、優れた進歩的な支配者として知られたが、晩年は冷酷でどにな人物として、名高くなっていった。 ブルンヒルドは543年頃に西ゴート王国の首都トレドで王、アタナギルドと王妃ゴイスビンタの間に生まれた。彼女は二人姉妹の妹であった。父、アタナギルドが大いに上り詰めた554年、ブルンヒルドはまだ11歳だった。彼女はトレドでキリスト教アリウス派の教育を受けた。シギベルトの父クロタール一世は、 フランクの四つの王国を再統一したが、シギベルトと他の三人の息子たちはそれを再び分割した。歴史家で司教のトゥールのグレゴリウスによれば、シギベルトが西ゴー王国の王女と結婚したのは、彼の兄弟が多妻婚を選んだことに対する批判であった。身分の低い女たちと不死だらな婚姻関係を持つ代わりに、シギベルトは教養があり、 身持ちの良い王女と結婚した。シギベルトの弟、ネウストリア王キルペリク一世は、兄の高貴な結婚の影響を受けて、ブルーンヒルドの姉、ガルスビントへの求婚の使者を、西ゴート王国へ派遣した。トゥールのグレゴリウスは、キルペリクは、ブルーンヒルドと、兄の結婚を羨ましく思ったため結婚を、申し込んだとしている。しかしながらガルスビントは彼に、 娼婦や愛人を追放するように命じ、キルペリクはすぐ彼女にうんざりしてしまった。ガルスビントは故郷に帰らせてくれれば結婚の時に持参した財宝はいらないとキルペリクに懇願したが彼はそれを信じなかった。キルペリクはその年のうちに愛称の一人フレデグンドと共謀してガルスビントを殺害した。彼はその後すぐにフレデグンドと結婚した。 ブルンヒルドは、姉の死により、フレデ軍ドを意味嫌い、激しい憎悪の念を抱いた。二人の王妃は夫に武力に訴えるよう求め、シギベルトは、兄のブル軍と王軍トラムに二人の王妃の争いを、仲裁するように依頼した。軍トラムはガルスビントへ、朝の贈り物として与えたボルドを、リモージュ、カオール、ベアルン、ビゴールを、ブルンヒルドに賠償として異常すべきという判決を、 下した。しかし、キルペリクは、簡単にこれらの都市を手放そうとはせず、ブルンヒルドも姉の殺害を忘れなかった。パリシキョジェルマンが両者を仲裁した。567年から570年の間に、ブルンヒルドは、シギベルトとの間に、イングンド、クロドシンド、キルデベルトの密語を設けた。キルペリクが、シギベルトの領地を侵略したことで、和平は破られた。 シギベルトは、キルペリクを、トゥルネーで破った。シギベルトが、ブルンヒルドと子供たちと共にやってくると、パリの人々は、シギベルトを征服者として艦隊した。ジェルマンは、シギベルトに和平を結び直し、キルペリクを寛大に扱うよう説得してほしいと、ブルンヒルドに書簡を送った。ゲルマヌスの生涯によれば、 ブルンヒルドはこれを無視したとされており、事実シ義ベルトはトゥルネへ向け出発した。フレデグンドは夫、キルペリクに対する脅威に対し、暗殺者を二人雇った。彼らはビトリで毒を塗った探検で、シギベルトを暗殺した。この時パリにいたブルンヒルドは、王子キルでベルトをメッスに逃がしたが、彼女自身は捕らえられ、ルーアンに連行され、監禁された。 キルペリクと最初の妻アウドベラの息子メロビクは父の命令に背いて母に会いに行くという口実のモトルアンへ行き未亡人となったブルーンヒルドとの結婚を決めた。こうして彼は大いにつく可能性を補強した。彼の義母、フレデグンドは自分の息子に大いを継がせると決めており、夫と他の女の間に生まれた男子を排除していた。二人は死境。 プライテクスタトゥスに祝福され結婚したが、ブルーンヒルドはメロビクの義理のお母に当たるため、これは教会法に反していたとジェルマンは急断している。キルペリクは聖マルタンの教会へ逃げ込んだブルーンヒルドとメロビクを包囲した。最終的に彼らは和解したが、キルペリクはメロビクをソワソンへ連行した。結婚を無効にするために、キルペリクは メローイグを停発させ、生殖につかせようとルマンの修道院へ送った。メローイグは、トゥールの聖マルティムスの聖域へ逃れ、後に、シャンパーニュへ逃亡した。578年メロビクはついにトゥールへ戻ったが、そこで父キルペリクの罠に落ちた。彼は、望みが断たれたと悲観し、従者に自分を殺すように頼み、従者はそれに従った。キルペリクは、 メロビクの従者三人を捕らえ、拷問した上で処刑した。ブルンヒルドは、息子キル・デベルト2世の名のもとに、アウストラシア摂政となったが貴族たちの猛烈な、反対を受け、目的を果たすまで一時的に、ブル軍とオーグントラムの宮廷陰性しなければ、ならなかった。アウストラシアを支配すると、彼女は、女王として君臨した。西高等王国で受けた教育により、 彼女は、戦士ではなく行政の改革者となった。ブルンヒルドは、旧ローマ街道を整備し、多くの教会と修道院と必要な要塞を立てた。また国交を立て直して、王国軍を再編成した。しかしブルンヒルドは、王国の権力を押し付け続けたため、それが緩やかなものであったにもかかわらず貴族の反感を買った。 自分の立場と王権の威信を強めるために、キルデベルトを相続人のいない、グントラムの後継ぎとするように説得し、グントラムは577年キルデベルトを後継ぎと定めた。579年には、故郷の王国と自国の連合のため、ブルンヒルドは、わずか12歳の娘、イングンド、西郷と王国の王子ヘルメネギルドに嫁がせた。しかし、ヘルメネギルドは、 カトリックに改修し、続いて起きた西号と王国を二分した、宗教戦争で妻と共に死んだ。その後、イングンドが、ヘルメネギルドに産んだ子アタナギルドは、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルに到着し、東ローマ宮廷で養育された。ブルンヒルドは、最も愛していた長女が産んだ、この孫の身の安全に気を配り、東ローマ宮廷に対して、 アタナギルドの保護と身柄の引き渡しを求める書簡を送り続けた。また、アタナギルド個人に対しても励ましの書簡を送っている。これらの書簡は、17世紀初頭に、ハイデルベルク大学の図書館の古文書の中から偶然、発見されて、日の目を見ることになり、アウストラシア書簡と名付けられて、極めて貴重な資料の一部分を形成している。 書簡の一部でもある肉親の身を暗示励ます。内容から、ブルンヒルドの勇敢で男勝りという一般的なイメージからは、対極的で、かけ離れた、マナ娘が生んだ、発酵な孫に対する深い愛恋の情を感じ取る、ことができる。しかし、いくら、ブルンヒルドが手を尽くしても合法的な、西郷と王国の王位継承権を持つ、この幼子を外交交渉において、 極めて貴重な道具にして、人質として重要視していた東ローマ帝国の意向を変えることはできず、ブルーンヒルドがこの交渉に勝利することはなかった。アタナギルドは解放されることはなく、やがて東ローマ宮廷の公式記録から姿を消した。ブルーンヒルドは、キルデベルトがメロビング時代に青年とされる13歳になる583年までアウストラシアを支配した。 アウストラシア諸公は、彼女が息子であるオーキルデベルトへ与える影響力に強く反抗した。彼らのうち、ラウシング、ウルシオ、ベルテフリドの3人が、キルデベルトを暗殺しようとしたが、計画が露見し、ラウシングは殺され残りの2人は要塞へと逃れた。グントラムは、ブルンヒルドと、キルデベルトの息子たちを、自分の宮廷に避難させるよう、 キルデベルトに懇願し、キルデベルトはこれに応じた。間もなくウルシオとベルテフリドは殺された。587年グントラム、キルデベルト、ブルンヒルドは、アンドロ条約を結び、キルデベルトがブルグントの継承者であり、グントラムが生きているうちは、アウストラシアとブルグントの同盟関係にあると定めた。 同年に仕事王国の王レカレド一世は、キルデベルトとグントラムの両方に大使を派遣した。前者は施設を受け入れて固い同盟関係を結んだが、後者は何らかの理由をつけて、協定を拒否した。このため、ブルンヒルドとキルデベルトが、スペイン王と王の妹クロドシンドとの結婚について、交渉したとき、グントラムに却下され断念させられた。 592年軍トラムが死去、キルデベルトは、ブルグン島を継承し、すぐにネウストリアのオークロタール2世との戦いに、突入した。595年の9月、あるいは10月にキルデベルトが死に、ブルーンヒルドは、アウストラシアと、ブルグン島を、孫のテウデベルト2世と、テウデリク2世に、統治させようとした。彼女は、キルデベルトの死の原因は、 フレデグンドにあると考えた。フレデグンドも597年に、ブルーンヒルドと、真っ向から対立したまま、世を去った。599年、年長の孫テウデベルトは、ブルーンヒルドを宮廷から追放した。彼女は、シャンパーニュのラルシ側の近くをさまよっているところを、ノーフに見つけられ、テウデリクの元へ連れて行かれた。言い伝えによればノーフは、 オーセル司教から褒美を与えられた。テウデリクは、ブルンヒルドを歓迎したが、彼はすぐに、祖母の影響を受け、テウデベルトへの復讐へと傾いた。間もなく兄弟は、戦争に突入した。当時、ブルンヒルドは50代後半に差し掛かり、苦難を耐え抜いた今、彼女自身に終焉をもたらす冷酷さを見せ始めた。ブルンヒルドは最初は、 愛人としたプロタディウスに高い役職を与えるために、救済、ベルトルトの殺害を企てた。604年、彼女は、テウデリクがベルトルトを、セーヌ川沿いの王家のビーラの視察に派遣するように、説得した。クロタールは、おそらくブルーンヒルドの命令について、通報を受けていたらしいが、皮肉にもフレデグンドの元常人だった自分の救済。 ランドリックをベルトルトに会見させた。ベルトルトは、わずかな派遣団しか伴っていなかった。彼は、自分が引き続いて起こる、宮廷内の対立の犠牲者となることに気づき、逃亡したが、敵の一団に追跡され、取り囲まれて殺害され、プロタディウスが彼の後釜に座った。ブルンヒルドとプロタディウスはすぐに、テウデベルトとの戦争を再開するように、 テウデリクを説得した。しかし、救済は、ブルンヒルドのエゴを満足させるために戦うことを望まない部下の兵士によって殺された。プロタディウスの暗殺を命じた首謀者ウンセレン公は、間もなく、ブルンヒルドに逮捕され拷問され処刑されたが、公爵の地位にある者が、王妃の復讐の犠牲者となるのは、これが最初ではなかった。 ブルンヒルドの摂政時代には、この後も同様なことが起こった。ビエンヌ大司教デシデリウスは公式に、禁親相関と虐待の罪でブルンヒルドを告発した。612年、デシデリウスは、ブルンヒルドとテウデリクの前で定説を容赦とする、説教を行い、ついに彼女の怒りを買った。ブルンヒルドは、現在サンディディエシュル・シャロンヌと呼ばれる村で司教を、 殺害するために三人の暗殺者を雇った。同年、テウデリクは、トルビアックの戦いでテウデベルトに勝利し彼をを捉えた。王妃は、テウデベルトが、実は、庭師の息子であると主張し、テウデリクは、テウデベルトの身柄と王の印を、ブルンヒルドに渡し、ブルンヒルドは、テウデベルトを、修道院に幽閉した。そしてテウデリクが、障害なく二つの王位を、 継承できるようにするため、おそらくブルンヒルドの命により、テウデベルトは息子メロビクともども殺害された。そしてテウデリクは、両国の王位についたが、間もなく613年の終わり頃アウストラシアのシュトメスで赤里にかかり死んだ。ボッカッチョ、王公の没落、フランスの支配者より、ブルンヒルドの殺害。テウデリク2世の後継ぎは、 諸子のシギベルト一人であった。アウストラシアの救済悪なあるニセイは、彼がまだ年は各ヒーババの影響を受けるようになることを恐れ、国民会議に連れて行った。そこで、シギベルトは貴族たちに王であることを宣伝されたが、ブルンヒルドの影響を排除することはできなかった。こうして、人生の終わりの時にも彼女は、フランクの摂生であり、この時は、 彼女の飛行を貢献した。しかし、ワルナカールとブルグンとの救済ラドは、ピピン一世とメス司教アルヌルフに同調し、彼女が摂政の座につくことに憤慨した。彼らは、ブルンヒルドゆえに、彼女を仰ぐ若い王を見捨て、ブルンヒルドのかつての敵クロタール二世と手を結び、彼女の摂政政治を守るために拒兵しないこと、ブルンヒルドの摂政を、クロタールに、 シギベルトを保護し殺傷となることを認めると約束した。ブルンヒルドは、シギベルトと共に、エーヌで、クロタール軍と戦った。しかし諸公たちは再び、ブルンヒルドを裏切った、すなわち、貴族のアルテウスとロコ、シグバルドらは彼女を見捨て、彼女と王は逃げなければならなくなった。彼らは、ゲルマン人の一族の助力を得られることを期待し、遠くオルブまで逃げたが、 クロタールの手先にヌーシャテルコ付近で捕まえられた。若い王と弟コルボは殺された。こうしてアウストラシアとネウストリアの構想は終わり、クロタールは二つの王国を統一し、フランク王国の領土全域を支配した。フレデガーの年代記によれば、クロタールはブルーンヒルドにフランクの王十人の死に対する責任があると非難した。これは通常、 シギベルト一世、キルペリク一世、テオデベルト二世、テウデリク二世、シギベルト二世、キルペリクの息子メロビク、テウデリクの息子メロビク、コルボ、キルデベルト、そしてテウデベルトの息子たちに、聖職者の中からデシデリウスを加えたものとされる。リベルイストリアエフランコルムによれば、多くの学者は、ブルミヒルドは、ニーベルンゲンの歌のブリュンヒルデとクリームヒルトの、 対立する二人の登場人物いずれにもインスピレーションを与えたとしている。クリームヒルトが結婚するジークフリートはブルーンヒルドのオットシギベルトに多くの点で似通っている。また、ニーベルンゲンの歌の登場人物と出来事は6世紀後半のメロビング長時代のガリアとの間に多くの共通点が見られる。トーマス・ホジキンの初見によればありがとうございます。